生徒市の一生徒市には、パンダの繁殖基地がある、生徒9岸太古里生徒市、大外生徒市の地下鉄防空楼、太古里生徒市の木銀南生徒市の、花木不要生徒市は、中華人民共和国四川省の省都であり、副省旧市、豊かな生徒平原の中にあって、古くから、天府の国と呼ばれてきた。唐の時代から職金を産出するため、近城の別償を持ち、また、 不要の花を、茂とするところから養生の別称も持つ。生徒平原の中央にあり、民工支流の西木水に沿う。西部には、龍門山脈が喫立する。中国西南部の洋姓である。生徒宿から30キロの交換市では、仮面で有名な数千年前の王国、サムスン体遺跡が発掘されている。歴史時代においては、三国時代に、蜀の都となったほか 四世紀初頭、ともえの利徳が占領して、政党を称し、政官が建てられた。五代十国時代には前、食、五食の都となった。当代二生徒は、食地方が温暖な地方で水運が明け、随末の戦乱もなかったため、発展した。特産品としては、養蚕、絹と紙が存在した。絹は、上等なものは、食金として知られた。また、 生徒では毎年春に、開イ市と呼ばれる市が、木内各地に建てられ、人々は群がったと伝えられる。紙は、品目も多く、質も有料で、名産地として知られていた。特に、節刀戦という東大の義女の名を冠した紙は、有名であった。生徒も人口が、約50万人いた。その時に、洋州と生徒は特に発展した、商業都市であり、 幼一駅にと言われ、文人たちの楽園として知られていた。安独山の攻撃に、玄宗たちは、生徒へと避難を余儀なくされる。避難の途中で、兵士たちにより、洋国忠が殺害され、また、ヤギも玄宗により殺されることとなった。国内が混乱する中の756年、玄宗は、皇太子のリトールに位を譲り大乗降となった。安氏の乱結後、 長安に戻った幻想は、反乱禁状態となり、762年に崩御した。宋代に、生徒の商業が発展し、囲碁支線あるいは西南中国の中心地となる。秋代には、四川不正史が駐在し、新代の1654年、四川不正史史が四川省に解消され、正式に四川省が成立した。また、民間付きの農民反乱軍の首領で、 大政皇帝を称した、超憲中の拠点となったが、超憲中による人口の9割を超えるほどの殺戮と、新初期の抵抗運動や、軍の反乱などにより、清前半までは、後輩が続いた。以後、約100年をかけて、湖北省、湖南省、関東省などから積極的に移民を受け入れ、復興させたという。1928年国民政府は、生都市を成立させ、 死戦省の紹介とした。1949年生徒が解放されると、川西高所所在地となり、1952年死戦省は復活、生徒も紹介に服した。1989年、副賞休止に昇格。生徒は歴史的遺産が豊富で、1982年には国家歴史文化名城に指定されている。 また2000年に始まった西部大開発の拠点都市として経済も活性化している。生都市は12市かつく5研究、市3県を管轄する。川西公職生都市、編集、川西公職温泉区、編集四川省生都市、編集四川省温泉地区、編集1月の平均気温は摂氏5.7度。 7月の平均気温は摂氏25.3度、年平均気温は摂氏16.2度、年降水量は5 6 4 1ト、mm、ルである。ありがとうございます。